殺人や暴行が犯罪だってなりゃ大勢の冗談だ。長山則はもしかしたら冗談を言ってたのに違いない。ピストル魔の少年よ、僕の友達よ、誰があんなに君を悲しくさせてしまったのか、誰があんなに君を寂しくさせてしまったのか、引き金を引くときに涙が出たか、赤い血を見たときにおふくろ思ったか、Oh, ピストル魔の少年よ、僕の友達よ、僕も君と同じ青森、同じ夢を見た、見えないふるさとは東京にあったか、アメリカ製のハンカチか、新宿のジャズ喫茶か、ピストル魔の少年よ、僕の友達よ、誰がこんなに君を苦しめ君を追い込んだ、誰がこんなに君を苦しめ